はい、おはようございます。太田です。4月5日金曜日、今日発売されるのがリーボックのインスタポンプヒューリー OG です。カラーは2色ですね。シトロンとこのブルーのタイプですね。サックスでいいのかな、どっちにしようか迷ったんですけど、シトロンにチャレンジしようと思います。前回先月の3月22日は撃沈してしまったので、今回は何としてでも撮りたいですね。10時からリーボックのオンラインでチャレンジしようと思うんですけど、他にもアトモスとか ABC マートでも ありますね。10時から販売スタートとなってます。この他にも多分あると思うんですけど、どこでチャレンジするかですよね。どこが難しくて、どこが比較的買いやすいとか、もしかしたらあるかもしれないので、ちょっとそこを考えてやろうと思うんですけど、前回の22日の時はリーボックは結構時間かかって、45分ぐらいになってようやくつながるようになって、なんかそこで粘った人が買えてるとか、コメントでもいろいろいただいたんですけど、リーボックでチャレンジしつつ他のお店でもアタックするっていうのがいいのかなと、今回そんな感じでやってみようかなと思います。なのでスマホはリーボックのオンラインで、パソコンでちょっといろいろ見ようと思います。ちょっと友達情報なんですけど、アンディのみ9時にオンラインは販売スタートって聞いたんですけど、特に何も書いてないんですよね。はい、ということでもうすぐ9時になります。5秒前、9時になりました。ないかな、やっぱ出てこないですね。あ、来た。来た来た、開いた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 。カートに入れる。27。あー、ダメだ。この方もアクセスできませんの表示が来た。注文、品切れになりました。ダメだ。したらもう一度行きます。カートに入れる。あ、アンディ終了です。いやー厳しい。まあでも大丈夫、まだ10時からあるので、リーボックのオンライン、それからアトモスとかいろいろ見ながら攻めていこうと思います。でもまあ雰囲気つかめたので、まあこれで10時から落ち着いていけると思います。それでは、1時間後また頑張りましょう。はい、ということで7分前9時53分になりました。もうすぐですね。いろんなお店で販売するってことは、もしかしたら数が多いのかもしれませんが、まあそれでも欲しい人はたくさんいると思うので、おそらく今回も厳しい戦いになると思います。はい、それでは1分前です。はあ、緊張してきた。10秒前、5秒前、これは更新した方がいいんだっけ。あ、10時になりました。あ、更新した方がいいな。更新します。よいしょ。あら、大変申し訳ありません。アクセス集中、これが多分すっごい続くと思うんですけど、これに粘り強く勝たないといけない。お、来た。サイズ27。カートに入れる。カートに追加しました。カートを見る。来た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 。購入手続き進みます。支払い方
方法、支払い方法の選択へ進む。押したよね。在庫が不足しています。うっそー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。サイズいくつ？うわ。26.5 入るかな。入らなくはないけど。あら、品切れ。なんだよ。ダメじゃん。あー、ビリーズダメだ。26.5 以上アウト。リーボックのオンラインもダメ。ってことは、あとはアトモス？スマホで。うわ。アトモスのアプリです。来た。あー、在庫が不足してます。はい、ということで、全て終了しました。リーボックオンラインは完売。それから ABC マート、こちらも全サイズ完売となってます。それからビリーズ、こちらもソールドアウト完売となってます。それとアトモスですが、履けるサイズすべて在庫なしとなりました。はい、ということで今回も先月に続いてポンプフューリーゲットすることはできませんでした。やっぱり予想通り厳しい戦いとなりました。今回この2色発売されてシトロンの方に挑戦したんですけど、このブルーの方も結構見てるとじわじわ来ていいなって思ってたんですけど、完売してたりとか自分のサイズがなかったりとかでやっぱりどちらも難しいですね。いやもう本当に手に取っていろんなところを見てみたかったし、もうそれこそ履いてみたかったし、いやそれができないっていうのはちょっと残念ですね。はい、ということで残念ですが今回の動画は以上となります。購入できた方おめでとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。